焼くシーンですね、あとは一つの感じのとはどつんとあるだけのお寺とかなんですけど、商売料理の坊さんの会で蓄骨が次々と出回されて、大きなお寺ですねなんか言えばっていうような言われるようなお寺になってますけども、一番古い相当が現物ですから、古い時代のそのままの中に残るかのを利用して、建築の仕方やそういうのを作りやすいという方法で、するとすごいですね。やっぱ当時の技術が今も続いておるという意味でもすごいだろうし、現在の建築木造建築としてもすごいですね。それから、高福寺の高木さん中心に見てきました。高福寺の宝物館の仏像というのは、これはご存じのように阿修羅なんかいう素晴らしいのがありますけども、その周りにそのなのかな2体以上あるんじゃないでしょうか。どれもが彫刻をですね、こういう表情なんかも素晴らしいしね、一つ一つ誰が作ったという表記はないんですけど、それぞれがものすごい傑作だというふうに感じます。ところで、幸福寺に行った時には例の修学旅行の大波に飲まれましてですね、パトルだけで流されていくような勢いでしたけども、同時にね、子供らは何も見る気もないのに教師に追い立てられて、ここにあえて入って、はい、もっと前に歩け言うて、そこに立ち止まったらいかんぐらいで追い立てられてね、教育の原点というのもまた考え直さないかんというのよ、強く。その前、あとかですけども、福島県の伊藤さんという女性がね、男優で連続公演シリーズを、この女性の気持ちとしては、小さい議員から大勢の人になるべく多くの人に聞いていただきたいということで、4回ですか、西予市とか青津市とかの会を持たれてるんですけども、それも覗いてきました。ある程度分かることもあるんですけども、会場からですね、福島の人は除染なんかいう言葉を使ってどうするんですかっていうような発言がありました。なんかそう言われてみると、除染というのはずっと前から言おったことですけども、今使われようは真っ暗、除染したらそのうちに郷土へ帰れるようになるというね、言うならば放射能をなくする方法があると、その手段だというふうなニュアンスで、政府側や東電側やそしてマスコミが使っておるようですけども、それは真っ赤な嘘ですね。放射能をなんとか消してしまうなんかいう方法はないわけで、ある部分にあるところをやつを他へ移すだけです。でたらめの最たるものは農地の除染ですね。農地に、放射能が ある、これを表面に溜まっておるのを土をひっくり返したら下へ入りますから、これで除染になると。これは考えてみたら分かるように、農地は必ず耕しますから、次に耕した時には今度また表面に出てくるわけですよね。それから植物は根から吸収しますから、決してね、除染によって、放射能がなくなったりはしないんです。ということが分かる人もいい、そういう除染します、そのうち、郷土に帰れますという嘘を言うのやっぱり今もおるということが一つ重大な問題として働いてきたように思います。それからですね、この深刻やなと思うんだけども、
地元の自治体の例えば議員さんからするとね、自治体が引っ越ししてバラバラになっとっても存在する限りは議員であって叱るべき会費がもらえると、給料がもらえると、こういう関係であります。そうするとね、もう村はこれは無理だと、帰るのは無理だと、集団で、疎開しようじゃないかという提案があっても、そういう人や市長さんの立場から言うとね、地方の生活基盤みたいなものをそっくり持っていかれるわけでしょう。だから賛成できない。それで、誹謗中傷を重ねてですね、あいつは変な嘘を立てるというような形でまともな話をさせないようにしておる。そしてそのうちに帰れるんですよという、まあ何か期待を持たせるようにしておると。そこで子供のことを考えたら、これはもう引っ越しをさせたいんだけども、お前ああいう連中の口車に乗ってというふうに言われるところは立ちがないと言うんでね、小さいところで非常に厳しい判断に迫られておる人がたくさんおるようですね。とにかく差が立てます。お金いっぱい使うとるはずです。全国民が一般化もしたはずです。じゃのに本当の意味の救援の手が伸びていないし、その人たちが今後言うても10年、20年か言うなんか言うてはじめ、数週間先にどうしたらええんかという判断がまだ方針が出ていない。そのまうやまやにしながらね、先ほどもあったように原発は安全なものから再稼働するやろ、外国輸出するやろ、こういうふうなことを言い出す連中とは本当に許せんと思います。まあその先どうするかは皆さんそれぞれ意見があるでしょうね。まあ我々の責任の範囲で一生懸命やっていきたいと思います。とりあえずこれです。はい、ありがとうございます。はい、またはじゃあお願いします。まだでも結構ですけど、あ、はい、お願いします。皆さんお疲れ様です。今日も忘れ帰らないといけないのでもらいますと言っても大してそんなに差し上げることはないんですけども、まああの放射能の影響によりまして、私たちも日々何か食べるものをですね買うとかいう時にね、水中産地を見てしまったりとかいうことがね、あのしなくてはいけないというか、なっちゃいけないのか、してはいけないのか、もう最後よくわからない気持ちでですね、どうしてもでも見てしまうというような、そんなことになってしまったのは本当に大変なことだなというふうに思っております。で、なんかある学者の方はもうあと100年もしたら日本の人口は3分の1ぐらいになると、まあ、予想している人もいるそうです。それはまあ放射能のさまざまな影響によって子孫がだんだん落ちなくなっていくということらしいです。で、またある人はですね、人類も1000年くらいだったら放射能みたいになれてますという、まあ、そんな話はどっちにしても私たちにとっては、まあ、そういうこともあるのかもしれないけど、今できることを精査してますが、でもね、この原発だけはいつも早く世界中から出さないと、まあ、吉田さんの予想のようになるかどうか分かりませんけど、まあ、人類の話というのは間違いないと思いますので、まあ、人類だけではないかもしれませんので、ね、また話するのを待っているかもしれません。ということで、原発に反対に頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よかったらお願いします。はい、どうぞ。よくませんよ。どうですか。矢田の高橋です。ちょっと今度体調はね、いまいちなんですけど、まあ計画を頑張ってとりあえず行きます。矢田の2回、6月2回で今回から一問一答方式というか、やるというのとしていくというやり方に
やり方もできるように変わりません。で、まあ、大田浜の天道のところ、原爆の日ですが、原爆に関して、まあ、市長を追及したというか、そういうことなんですが、今まで矢田浜市長はとにかく、もうただ、もし、口をとすると、もう、国任せ、天の言う通りという、それだけしか言わなかったんですけど、今回はさすがに、もう一党で行ってしまうんで、それで逃げ切れないと思ったのか、まあ、とりあえず、別のことを喋ったんですが、それにも止まっても、サルトがあんたというのも溢れてしまって、どうしようもないような、本当に勉強してません。全く、何の勉強見てない、そんな回答で本当にアベンジしました。そんな人が、人に任せられないというのは、本当にそう思いました。とにかく、矢田浜はとりあえずは、地元の仕方を除けば一番近いところなんで、ここの首長があんなことじゃもうどうしようもないですね。もう本当にもう、この間選挙があって、改善されたばかりなんですが、もうさっさとリコールしたいという感じですけども、本当にもう、ここで本当は少し説明をしたいんですけども、説明するのも嫌になるぐらいの、もう本当に嘘なんていた。まさに、もう、子供でも分かるようなというか、もう安全神話のその前ぐらいの段階のところしか分かってないという、そんな感じの検討です。まあ、一つあれしますと、エネルギーの多くの中にも、なんか力を入れてというようなことも言ったんですが、それで、それに対する、これは必要じゃなかったかもしれないけど、まあ、必要もそんなの、みんな同じような感じですが、太陽光発電は、海のそばだと、すぐダメになるんで、経済的にダメなんだとかいうようなことを、ムケムケと言ってました。こんなお粗末なものは、最初の頃のものだと思います。どん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 、今は、いってますので、そういうことも何もわからないで、全く、どんどんやりますね。そんなまで、全部動くと、そういう感じです。原憲法小売り限定の事項なんですけども、小売り限定のは私が関係してました人間の義務というか、そういうところで結構まともにやってる人が多いところなんですが、この連中でもやっぱり原子力の怖さは十分分かってたはずなのに、あんなおそもそのことをやってしまうと。まあ、原研の方はもともとの5年の頃からもうめちゃくちゃで、もちろん組合はいい、ちゃんとした組合もしっかりしてもいいんですけども、もう、当年の連中は、私、東大にいて、そこへ、まあ、研究をしに来たりする人がいるんですが、もう、本当に、取ってことない研究者のくせにめちゃくちゃ威張ってるんですよね。もうどうにもない連中でして、そういう連中をもう見てきてますので、あそこはもう全然私は信用してないんですが、この事件の方についてはちょっとショックでした。公営の件と不祥事公営の不祥事というよりも、その事故を、そういうやり方を言っていないというよりも、思っているのにそれをこのまま受け止めたらそんなような感じなんですけども、過去にね、過去にね、過去にね、そのまま受け止めて、思われるようなものでも、やっぱりここですぐ、この接種会見検討というのがもう決めとなんですけども、それをやら
ったということに関して非常に一つも、それは僕は勉強なことだったんですが、とりあえず、もう一回後で全部損にもなりますね。それでは後から来られた方もたくさんありますので、もう一回じゃあみんなで声を上げていきたいと思います。県庁で働いている職員の皆さん、お仕事帰り、お勤め帰りの皆さん、伊方原発の再稼働を絶対に許さないで、みんなで一緒に声を上げ行動しましょう。よろしくお願いします。いきます、せーの、原発なくそう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 、再稼働反対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 、伊方原発今すぐ入ろう、伊方原発今すぐ入ろう、再稼働は認めない、再稼働はさせないぞ、4電は再稼働を申請するな、4電は再稼働を申請するな、知事は再稼働を認めるな、知事は再稼働を認めるな、伊方原発今すぐ入ろう、伊方原発を廃炉にしよう、原発なくそう、再稼働反対、原発なくそう、再稼働反対、再稼働反対、はい、ありがとうございます。よ、発言よかったらお願いします。はい、じゃあお願いします。誰だか東京です。え、東京です。場所はどうですか？官邸前。官邸前、はい、はい、いろいろあるんですけど、新聞なんかで、なんか最近新聞だけじゃないけど、安倍昭恵が私はね、原発反対ですってバカみたいなこと言うとんですよね茶番だと思いますけどね、な、外見て言うことじゃないでしょ。てめえの天使もね、説得できんやつがね、ガス抜きをやっとるなと思って思っとったら、今度は復興庁の水野ですか、むちゃくちゃやってますね。もう僕もあれ全部呼び込んでくれるんですね。こんな断崖じゃないの、皆さん、何だったっけ、鋼鉄なんか生ぬるいですよね。そこを分厳選職にさせてかんと言うかと思うんですけど、もう無理だと分かってるんですけど、で、私もの内野さんも北にあるんだけど、そういう郵便局の話ですけど、郵便局の下請けの話ですけど、ちょっと僕も長年労働運動はやってきましたけど、正直なその契約の問題なんかで入り口の問題で、なんでガーンとこうあるとは大穴なんですが、やっぱあるんですね。で、まあそういうところ、よく交渉なんかしてる人民ユニオンというのがありまして、ちょうど僕の後輩がおるんですが、この前相談員って怒られてる、なんでもっと廃業なんだっていう話してる、まあ、いろんなことがありまして、とりあえず弁護士にも相談したい。っていうのは、フェイスブックでブラック企業って書き付けたのを向こうの弁護士が見とるんですね。で、メイエクソンの話があったんですけど、今の弁護士の話って事実だから別にメイエクソンならんでしょうという話で、あと、社労士さんなんかとも話をして、で昨日の弁護士さんは、交通事故が専門なんで、あんまり詳しくない。で、あと、そういう、一人からでも、アイデルユニオンとかそこがありますから、話聞いたら、めちゃくちゃ法律も知ってますね。私も目が覚めたりとか、よう勉強してもらったんですけど、彼らは向こうが大体弁護士を代理したってことらしいんで、弁護士と結構渡り合うとるらしいです。だからそうそう勉強になりましたし、あと、個別労使紛争で、NPO 法人で、社労士さんらしいんですけど、トベの方に置いてて、
毎月1回無料で相談やる言うて、また来月から、来月の初めに行って、少しでも、証拠を集めないかいうんで、解雇通知、解雇言う通知もわけのわからん、たくさんの通知書しか来てないんで、正式なを出せるんで、今日、茂山の郵便局近いですから行って、内容証明で送っておきましたんで、それ出さんからまた監督署から指導ってことになりますんで、まあ、それでガタガタしとるんですけど、ここは毎週、発表しておりますけど、そんな状況なんで、引き続いて暑いですけど、頑張ります。はい。はい。はい、ありがとうございます。よかったらお願いします。はい、はい、危ない。何者だと思われるといけないので、ご挨拶がてら、ちょっとスピーチをさせていただきます。こんにちは、はじめまして、松山の皆さん。東京からちょっとちょこっと不調変更になっております。そのついにですね、まあ、ついでというとあれなんですけども、まあ、せっかく金曜日だったので、今日は参加してみました。おとといですね、伊方に行ってきました。原発というのが本当にどういうところにあるんだろうっていうのが東京に住んでるとなかなか分かんないっていうか全然見えないんです。で、原発の立地の自治体、そういうところはどういうところなんだろうと思って、で、まあ、四国に行くついでに伊方、特に畳岬って良さそうなところなんで行ってみようと思って行ったんです。すっごいいいところでした。もう天気も良かったし、瀬戸内海も綺麗だし、上海も綺麗だし、食べ物も美味しいし、すごくいいところです。原発さえなければ、そんなところに、なんていうのかな、やっぱりでもやっぱりちょっと交通の便が悪いとか、いろいろそういうことがあるところを、電力会社とか、まあ、いわゆる原子力村の人たちが狙って原発っていうのを作っていく、そういうふうな行動ってやっぱり頭では分かってても、生で見て本当に感じることができました。それからもう一つ感じたのは、私は伊方町に泊まったんですけれども、そこの、まあ、某ビジネスホテルに泊まってる人たちが、みんな四電とか下請け会社のおっちゃんばっかりでした。そういう人たちがいっぱい泊まって、そういう人たちがいないんですもん、町に外から出入りする人って。で、あそこメロディーラインってありますよね、こう町からこうガーッと行く大きい道、あの道って全然下の集落とか繋いでないじゃないですか。町の両電とかそういうところの原発を使うだけの道路じゃないですか。すっげえ不便でした、旅行者にとっては。車で来てね、ガーって見る人たちだったらもしかしたらいいかもしれない。私徒歩なんです。すごい不便でした。だから味方の良さっていうのがこれだけ伝わんないんですよ。で、それでやっぱりそういうね、原子力関係の人ばっかりがね、出入りしてなんか鎖国したみたいになってる状態、これってやっぱり良くないと思うんです。で、私たちよそもんにできることとしては、まあ、言い方だけじゃなくって、いろんな原発立地に実際に行ってみるっていうのすごくいいと思います。で、まず行くと、私たちがいっぱいうろちょろしてると、避難の計画が立てられなくなると思います。伊方の人11,000人、それで伊方のまあ真ん中ら辺に立ってて、そこから先の岬の人たち船で逃げるとか、なんかわけわかんない難計画立てられちゃってますけど、観光客うろちょろしていたら、避難計画なんか立てられないし、避難訓練だってできません。そしたら再稼働だってできなくなると思います。それからやっぱりなんだろうな、地元の風通しをもっと良くしたいと思いました。なんで、まあ、本当にこう言っといて、しょっちゅう行けるわけではないのですが、ぜひ松山の皆様もですね、浴衣に、まあ、あとごめんなさい、松山の皆さんだと思うんですけど、松山の人たちはこうやって声を上げられますけど、やっぱり浴衣では原発反対とかっていうか、原発の話題とかすんげえ出しにくそうな感じだったと思います。なので、でも松山の皆さんもいきなりってやっぱり再稼働反対って言いにくいとは思うんですよね。でも、やっぱりちょっと町の風通しをみんなで良くしていければと思います。風通しを良くするというのは、なんて言うんだろうな、町の中に、だからさっきも言ったようにいる人が、四電の関係者とかそういう人たちだけが来て、そういう人たちがお金を落としてるじゃないですか。で、よそ者っていうのがそういう人たちだけじゃないですか。それだと、なんて言うんだろうな、外の違う人間も行けというか、違う人間も、うん、
原発をなんかするわけじゃなくても、あのいろんな人がね出入りして、あのもうちょっと開かれた街になっていかないと、そういうところをね、あの原子力村っていうのは狙ってくるんだと思うんですよ。私はあの他の自治体に関してもまだ勉強中ですけれども、そういうふうに思いますし、まあ、本当東京の電気ばっかり使ってるもんがもんとしてはできることは、本当に現地のことを考える、それからできるだけ現地のことを見る、これからはそういうことをやっていかなきゃいけないなと思いますし、最後に I love 瀬戸内、 I love 上海ですので、もう四国大好きなんで、伊方原発絶対再稼働反対です。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。私もちょうどあの11日に伊方に行ったんですけど、その日にあのちょうどあの、南海トラフ地震の被害とその県の避難計画っていうのが出てまして、でそういう中で伊方原発の事故にどう対応するのかというようなことも書かれてありましたよね。で私読んだんですけど、職務にいる場合は、基本的に自家用車で、どこまで行くんだ、30キロ圏外で正木町でしたね、に行くと、それから学校とかの登校中は、大きな車にみんなで乗って、正木町の方まで避難すると、それから、原発より、西の人は船で大分に渡るとまあいうふうに書いて、まことしやかに書いてあるんですけど、31万人ぐらい死者が出て、それこそ道路も堤防も全部崩壊するような大地震の中で原発事故が起こったら絶対もう逃げることはないなというふうに、僕も改めて思いましたし、でそういうこう机上の計画を立てながらやっぱり再稼働を進めるということを本当には許せないなと、改めて思いました。で地元の人も確かになかなか声も上げづらい状況はあると思いますけれども、いろんな方が行ってビラ巻きしたり講演会やったりいう形でやってますので、そういうところもみんなで声を上げられるようにですね、一緒に協力していきたいなと思います。よかったらぜひお願いします。よかったらお願いします。じゃあ先ほどのすみません、先ほどの方にという感じであるんですが、私、地元の自治体ではないんですけど、八幡浜って行って、この伊方原発から、一番近いところは、多分8キロぐらいだと思うんですね、和田市町っていうのも、今回、八幡浜と合併したところの一番近いと橋は。で、私の住んでるところでも10キロ経った、12キロぐらいですか。そんなところなんですよ。それで今もお話がありましたけども、本当に伊方半島の西側っていうのは絶対に逃げようはないです。風が飛び出す風来たら、なんとか風が肩ついてれば、なんとか風にかけて、でも船は多分こういう時っていうのは単純な地震とか津波がない時の事故でしたら、船は出るかもしれませんけど、地震とか津波だったらもう絶対に行けれません。そういうところなんで、私は絶対に避難訓練、ご覧の避難計画なんて立てれないっていうのをちょっと言ってるんですけども、私の住んでいる八幡浜の、よくほど私が見れば、ごく一部の人だけ助かるかもしれませんが、それがあっちから見たり、こっちから見たりしたら、先ほどあった正木町っていうのも突然ですから、もう全然逃げたって、あのところ逃げたってすぐ追いつかれます、そういうところなんで、もう避難訓練なんか絶対できないっていうふうに思ってるんですけども、バカみたいな避難計画を作っているようです。そういうことも含めて、私も住んでる八幡浜でも
これからもいろいろ、まあ、水道のうちの空調先をちょっと、というか、市長、先ほどちょっと話しましたけど、もう、ほとんど気温がない、もう、小学生以下って言ったら小学生に残られそうなぐらい、ほとんどな人なんですけど、まあ、とにかく、頑張って、絶対に原発を動かさないというふうにしないと、命が、腐ってるんじゃないですね。命一つしかありませんのでね。もう絶対に、もうすいません。で、私の、母親の父、だから私の祖父が、今、あの、伊方原発が建ってるところに住んでたんですよ。だから、まあ、ふるさとという、彼にとっては、まあ、ふるさとの一部なんですよ。そういうこともあっても、伊方原発の、全然そのものから、非常に、光を持ってたんですけども、まあ、東京にその頃いたんで、その頃、反対運動は終わりませんでしたけど、もう、実際に伊方原発は、まだ立てないってことで、だからもう頑張っていきたいと思います。はい、ありがとうございます。それではよかったら、次の方お願いします。先ほどの人が、愛媛はいいとこですと言われましたが、愛媛のどこがよろしいんでしょうか。これは私は愛媛に生まれ愛媛に育ったもんですが、愛媛がいいとこだと私は思います。それどこにですね、最近言い方へちょいちょい行くようになりまして、道中で、その愛媛県でいうと南予、南予の港を走ってみるんですけどね、道路特定財源という道路にしか使えない税金をいっぱい貯めたために、車がほとんど通らんのに道路だけはきちっと舗装されておると、こういうところがたくさんあります。これはね、なかなかいいですよ。特に私はバイク使いますので、これはもう快適ですね。そんな意味でも愛媛は良いところです。ところで、この集会、去年の7月の末に始めて、次の7月来週で計算してみると50回になると思います。まあよくやったもんだわいという気がするんですけどね。皆さんお世話になりました。こいつがですね、きちっと生きよる限りはおいそれと地図といえども、呼んでといえども、なんかをやらかすことはできんと思うんですね。で、もちろん発想的に原発反対の原因ゼロ、これが背景にあるからですね。これで、続けて頑張っていけんいかないかというふうに思っておるところです。ところで、アメリカのなんてやらなんてやらエジソンという会社がですね、三菱製の原発の廃炉を決めて、そして三菱に損害賠償を要求するということになったようですね。内容はどうでもいいけど、とにかくいいことだろうと思います。聞いてみると、どうもアメリカから言うと、安倍総理大臣のあの能天気なですね、調子だけ読んで内容が何もない、一言言うと、あの農業の所得を2倍にするなんか言って簡単に言うんだけどね、これは恥ずかしいってとてもじゃないが、きっと事情のわかる人には言えないことですよ。農業の所得を2倍にする方策なんかいうのがもしあるんだったらね、これはもうとっくに話題になってるはずですけども、つまり口だけの当たりなんですね。そう言うだけなんですが、元に帰りますと、アメリカ政府は、中国とは仲良くする言うたいって世論の場所にはそういうことも公開したり予想外だったりしてますよね。安倍総理大臣のやり方を必ずしも反映していないということのようですが、まあ、部分的にはそれは結構なことだと
ただ、アメリカが言うからどのコロナかいう政治をしようとか間違ってるわけですから、いいことはいい、悪いことは悪いで、はっきりさせるかはもう唯一の手だろうと思うんですね。ところでね、皆さん、もう一丁原発の事故があったら日本はおしまいだというような議論がありますが、私はもうすでにおしまいになったんじゃないかという気がするんですが、いかがでしょうか。というのはね、福島県のある農家の方が米を作っています。これは例のあちらに出てくるあれですけどね。そして、一応売れるんです。どうしてかと言いますと、政府が決めとる基準よりは放射の農地が低い、だから売れ、建前としては売れるんですね。ところが本当に店頭に並んでね、これ福島製です、政府の基準ギリギリの放射能しかありませんと、こういうふうな表示をした米がね、売れるわけないですよね。で、作って売ってもいいんだけども当然とは売れてないと。そうするとどうなるかと言いますとね、外食産業、もしかしたら学校給食が、学校給食までは入ってないかな、要するにいちいちチェックできんところでは値段が安いから使えるわけですね。ところが本当にこれ放射能がありますよ、まあ健康には影響がないと政府が言っておりますから、どうぞ食べてください言われてね、じゃあ安いから買おうかという人はまずいないんじゃないか。しかし事実としてはそういう米を日本には食べておるわけですね。農産物も水産物も皆同じことです。こういうことがすでにあるわけですよね。で、影響はいつ出てくるかわからんけど、影響がないということはまずないということだ。もう福島の事故で我々は大方も行かれておるんじゃないかというふうに言えると思うんですね。そして、イカドです。イカドで事故があった、これは風評でも何でもなしに、現実にイカドで事故があったら愛媛の農産物は売れません。愛媛どころか四国全体の売り上がりません。で、その時にいくらどうのこうの言うてもこれはどうにもならんわけですよね。現に作っても売れんわけです。そういうふうな現実を見るとですね、経済の面でまず原発にやられてしまうと我々の状態ですね。それから、もし何かということを考えたら絶対に今度は、想定外なんかで絶対許せんことですけども、そういうことはありえん、これしかないわけですね、やめるしかという現実に置かれておるんだと思うんです。すいません、何やらややこしいこと言ったらもつれてきました。上手に言いたいのは、いかさの人の利益とかやさまの人が困るとかという問題じゃなしにね、いかさの問題というのは我々松山人にとっても全く同じことなんだということを感じるんですが、いかがでしょうか。頑張りましょう。はい、ありがとうございます。先ほどちょっと話になりましたが、安倍首相がこの間トップセールスであちこちに原発を売りまくって、それで、トルコにね、フランスのアレバと三菱重工業、重工業が共同で4基原発を作るということが大体決まってます。で、インドにもまあ、インドは核兵器を持っている国ですけれども、そのインドにも平気で核協定を結んで原発を売ると、まあここまで来るともう完全に死の商人だと思うんですけれども、まあその辺が世界の核保有国を全部何ですか、なぎ倒しているという主張している、まあアメリカのその核独占体制に対するまあ挑戦みたいなことを感じて、それで三菱重工のリコールが出たとかいうこともまあ考えられるかもしれませんけど、いずれにしても戦争で儲ける、原発で儲ける、こういう連中ばっかりがまあ争ってですね、今原発を作っている状態なので、これについては本当に絶対許せないなという思いで、まあ、インドの人たち、あるいは中国でも100基原発作るという計画が今言われてますけれども、福島の声をですね、福島の事故の以降
やっぱり世界中で原発をなくそうという動きが広まっていますので、その声と私たち連帯をしてですね、何としても伊方原発を、まあ、止めて廃炉にしていきたいなというふうに、まあ、今のお話を聞いて、私思いました。で、以上です。あ、よかったら、はい、よかったらお願いします。大丈夫ですか？こんばんは。すいません、ちょっと遅刻してきたんですけども、昨日からですね、実は坊ちゃん広場、新駅前の坊ちゃん広場でですね、名前を正式に言うんですけども、ありがとうございます。福島の子供を守り、原発を止める会、止める仏教者の会。呼びかけ人はですね、加藤寺さんですね、さらに住職と、それから一軒の佐藤住職さんが呼びかけ人で、昨日の水曜日から夕方5時から6時の1時間、仏教者、まあ別にお坊さんじゃなくてもいいんです、仏教徒でなくてもいいんです、原発を止めようと思われる方でしたら、ぜひ、ご参加いただいて、一緒に1時間ですけども、通行される方々にその思いを伝えて、ください。昨日から1週間ですが、来週の水曜日までは、やると思います。雨が降ろうが、槍が降ろうが、言うわけないかがわからんですけども、お天気には、槍があるかな、わからんのですけども、やってますので、来てください。で、特典としてはですね、ただでお経が聞けるという。あんまりありがたくないですね、これね。ただですよ。まあ、僕のでよかったら今やってもいいですけど。はい、一生懸命頑張り、まあ、リレートークなんかもしたり、署名も集めたりしながら、1時間やっておりますので、ぜひ、夕方5時、シェイキマンのもちゃん広場ですね、お越しくださいまで。ありがとうございました。で、まあ、後で、なんかご覧になるよ。ご覧になるよ。その時にまた、司会変わりますんで、とりあえず、ぜひお越しください。ありがとうございました。お坊さんだけに創意工夫して頑張ろうということで、よろしくお願いいたします。ああ、よかった、今ないがな、今はよかったと思う。よかった、ありがとうございます。あまり聞き慣れていない方には新鮮に聞こえるようになってます。はい、よかったらお願いします。はい、原子力原発反対でやってます。ご通行中の皆さん、私たちは伊方原発の再稼働を反対、原発をなくそうというアピールを毎週金曜日、6時からここでやってます。よかったらぜひ参加してください。ご苦労様です。2週間ほど来れんかったんですけども、県庁の職員組合をやってます、中村です。ですね、NHK の番組の話出たかもわからんのですけど、出てない。福島で除染をしている作業員の方にお話を NHK の人が聞いとって、というのが除染作業をしても、線量が下がらないというふうなことはもう当然当たり前やと思いますが、そのことを、NHK が取材をしていて、で、契約の中で除染をしてどのぐらい線量を下げますというふうな条項が契約の中にないんだということが明らかになったということで、その取材をしていたようです。で、それで実際原発の作業員の方にお話、原発じゃないですね、除染の作業をしている方に実際作業のこととかも、お話を聞いていて、で、その中の今、除染を作業している人は原発の中で働いとった人もですね、たくさん除染の作業をしているということでした。で、その除染作業で、どういうその契約の中にもいろいろこういうふうに作業をしていきなさいという文言は書いているんだけれども、
全部は分かる、私も分からないんですけども、その作業員の方が言ってたのは、その瓦とか、そういう屋根とかこう拭いていくときにですね、こうタオルなり雑巾でこう拭いていくときに、こう順番にこう、こう拭いていくんですけども、その方、原発の中でも働かれとったということで、原発の中では、そういう除染というか、汚染されたものを拭くときは、もう一回こう使ったら、その時点でその雑巾は、これはもう廃棄物になるということで、こう順番にこう拭いたら、ここの汚れをここに移すということで、こんなことは絶対やってはいけないことだし、それでは除染ということにはならないんだというふうなことを話しておられました。で、そういう作業が除染という名前でされてて、で、実際現場で作業をしている方の本当の気持ちはですね、こういうふうに作業をやっても本当にこう汚染がなくなるっていうことがないのが分かっている中で、本当にこんな時間が早く過ぎてくれればいいと、この作業をしている時間がとにかく早く終わればいいというふうなことで言われてました。で、この作業をしている状態っていうのは、間違いなくその人は放射線を浴びて被爆をしている状況に間違いなく、で、それで結局その汚染されたものがきれいになるわけでもないと、もう放射能は絶対に消えないんですよね。もう原子力発電ということをやる以上、もう間違いなくどこかで放射能が発生して被爆をする人がいて、それは絶対に消えないというのは明らかなわけですよね。なので、その事故があろうがなかろうが発電をするということ自体が新たな、被爆を生んで、それを広げていって、そして、まあ、今本当に、まあ、かろうじてじゃないです、事故はもう大きな事故何度も起こっているわけで、被爆をして辛い目に遭っている人がたくさんいるというところやと思いますが、それが明らかな状況にもかかわらず、まだこれをやっていこうと、日本で難しかったら海外に持っていこうとか、そういうことを絶対に私たちは許してはいけないと思います。労働組合もですね、その もし事故が起こったらということと、今現にその作業をしながら被爆をしていることを絶対に許さないということで、県当局に対して伊方原発の再稼働をせずに廃炉にせよと、そして具体的なその県の県や自治体やいろんなその労働者の人がその作業、被爆を求められるようになることが明らかなわけです、事故とかが起これば。なので絶対に再稼働をせずに廃炉にせよということで、申し入れをしてずっと交渉をしてきております。また夏の交渉も控えております。皆さんと一緒に原発を再稼働せずになくしていくということで頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。すいません、私そろそろ交代させていただきますので、その前に一口だけいます。せーの、原発なくそう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 、再稼働反対、再稼働反対、再稼働反対、伊方原発今すぐ廃炉、伊方原発今すぐ廃炉、再稼働はさせないぞ、再稼働はさせないぞ、再稼働はさせないぞ。
申請するな。4電話再稼働を申請するな。知事は再稼働を認めるな。伊方原発今すぐ廃炉。再稼働はさせないぞ。再稼働反対。再稼働反対。原発脱走。再稼働反対。再稼働反対。はい、ありがとうございます。それじゃあ、司会を交代する前に一言だけ、燃料棒に、ポリエチレン製 のテープがひっついていたという事故があって、それをそもそも4電は事故だというふうには思ってないと。で、2ヶ月間ほったらかしにして、で、そのことで、まあ、今若干その県となんか揉めてますみたいな感じになってますけれども、まあ、基本権は知事は国が OK って、いや OK っていう、そういうことなんですけれども、まあ、向こうの弱点はとにかくとことんついていって、再稼働申請出せないようにね、そういうめちゃくちゃなことをやるなと。そんなめちゃくちゃことをやる会社が再稼働なんかを申請するなということをまた言っていかないといけないかなというふうに思います。それ一言ちょっと言い忘れそうになりましたので、はい、以上です。じゃあお願いします。先生、共有お願いします。じゃあ、おっとください。はい、お願いします。4小節、大場時計。はい。4小節から8小節だね。はい。Thank you.
ございました。輝く明日が早く来るように、ね、みんなに頑張っておりましょう。それでは、平野さんが今日はまた出張されるそうなんで、どなたかアピールございましたら、よろしくお願いをしたらと思いますが。あ、お願いします。郵便局の郵便配達をしてます、新郎です。です。改めて福島の原発事故について思うんですけど、1号炉から4号炉が次々と爆発をして、放射能が漏れて、今も放射能が続けていると。もともとあんなその危険なものを動かして、あるいはそれを推進してきた人たちがやはりその責任を取らなければいけないというふうに思います。今も、はい、その責任を取るどころか、推進してきた自民党が次の参議院選挙の公約に原発再稼働を掲げる、そして東京電力をはじめ各電力会社が再稼働に前のめりになっている。国も東京電力も刑事罰を課せられるべきだし、今監獄に入って再稼働をするところではないというのが本来だったらあるべき姿だというふうに思います。今も再稼働の基準を自分たち推進する側の人間が作って審査をして、最初からも大丈夫だというふうに基準を決めるというか、推進をも決めていると。でこういうような茶番ですよね。こういうやり方を本当に正すために原発を推進してきた人たちじゃなくって、原子力を本当に批判する立場からやってきたような小出さんのような、そういう人たちを原発を審査する、そういう軸に据えなければならないというふうに思います。私たちは本当にこう一人一人の力でこういった現実をですね、正す運動を取り上げていくということが非常に大事だというふうに思います。日々彼らに対する怒りが込み上げてきますし、今の国電力やあるいは県知事の在り方に心の底から怒りを燃やしながら、みんなでこの暑い夏を、原発、全ての原発をなくす力に頑張っていきましょう。はい、はい、ありがとうございました。本当に私たちは本当に一人一人の力で声を上げて、本当にフェアに私たちは本当に戦ってきていると思います。ぜひ知事さんも我々の声に耳を傾けていただきたいなというふうに思います。歩みは止まりませんよ、知事さん。歩み続けます。どうぞ耳を貸してください。それではどなたかございましたらよろしくお願いをします。やっちゃったんですけど、もうやっちゃったんですか？2回目全然 OK。 はい、武井先生、はい、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。一周遅れてしまいました。この間6月2日3日行ってまいりました。本当2日はすごくて、8万、6万から8万の人たちが集まっていて、私も伊方原発いらんという横断幕を持ってずっと歩きました。あれだけでもたくさんの人が反対、国会を抗議して、脱原発、原発いらないの声を上げているのに、政治はなかなかその声を聞き入れてないなというのは、翌日のその申し入りで、要請行動を、市政庁と行いましたが、なんと彼らの言うことにはですね、
法律で決めたことに従ってまいりますということでした。ということは、この法律は誰が決めているかといったら、私たちが選んだ国会議員です。あなたたちが選んだ国会議員が決めた法律に私たちは従っていくんですという、そういう、要請報道で、反応を見ていたら思いました。今回はもう選挙が近づいていて、今日は参議院選挙の前哨だという都知事選が始まって、都議会議員選挙が始まっていますけれど、やっぱり今回の選挙では何を置いても原発をいらない、そういう人たちを一人でも多く送り出すことが、何より重要だということがよく分かった。高い交通費を払ってきた東京だったんですけれど、その、改めて、そのことを強く学んだ6月3日でしたね。ですから、今回はいろいろな政党や党派あると思うんですけど、やっぱり原発がいらないという人を選んでいくっていうところで行って、ちょっと憲法もあるんですけど、そこのところにすごくやっぱり力を注いでいかなくちゃいけないということになった。国会の官邸前も人数は減っていると言っていますけど、継続しておくということがどれだけ大事かということも分かったので、本当はその週すぐ来なくちゃいけなかったんですけど、ちょっと機械等の準備で来れなかったんですけど、今日は来れたので、ここでここは人数がなかなか増えてもないけど減ってもないみたいなのでそれで頑張ろうということで、皆さん、これからも頑張っていきましょう。はい、ありがとうございました。お忙しいんで、竹内先生の方の方が頑張っていきますんで、今はこんなにあることは分からないんですけど、やっぱりどうなんですかね、塩崎さんも村上誠一郎さんも安倍さんと一番嫌なんですかね。彼らに変わってもらうというのも一つ嫌だと思うし、村上さんあたりは非常に原発としては厳しい、あれ2000もするとよく変わるんですけど、なんか規模のことについても厳しく政府を批判するようなことも言ってらっしゃるんで、なんか彼らの思って聞いてみたいですね、改めてね、どんなつもりなんだけど、よく分からないです。はい、その他に何か訴えがありました。よろしくお願いいたします。大体皆さんおっしゃいましたね。あ？マス？はい、ちょっとあれなんですけども。メガソーラーっていうのが、ここ最近の新聞報道でも、愛媛新聞だけでも割合こう建設のあれが寄っててまして、今治造船ですかね、ここが四国、5月18日の新聞なんですが、四国最大規模で来年3月稼働で最上に、作るとメガソーラー、そして、これが、1万7000キロワット、あれ原発が3号機は90万キロワットぐらいあるんですよね。90万でしたっけ、89か90万、それにはちょっと及びませんけれども、それが、今治造船が1つ、そして、瀬戸内海の振り子発電ということで、岡山大学と企業が共同で開発中ということで、早い潮流を活用して、漁業にも配慮した発電システムを考えられている。これが、5月の19日の出資ですね。そして、住友商事が、これは15年間で、西条にメガソーラー、これが出力2万8700キロワットで住友商事もやるというふうに、言ってます。で、今日の新聞によると、その日本のこの太陽光発電の市場が世界一の規模になったというふうに、言われてます。だから言ってみれば、梶原先生の言葉じゃないで、屋根のない家もないわけでございまして、で、ほうやなと思って、もう帰って屋根あるなと思って、よく考えたらお金がない。で、ここのところをですね、ぜひ銀座先生にお願いをしてですね、もう少し我々も、
ね、ソーラーで太陽光発に行けるように、なんかそういうシステムができたらいいなというように思っていますが、まあ、それとかもう、又木町の国道沿いの、まあ、そんなに大きくはないんですけども、元ガソリンスタンドがあったところに、ソーラーパネルが設置されました。小中学校にも、屋上にあります。もう、だから、まあ、日本で言えば、まあ、もう、明らかに新しいエネルギーの方向に、もう、確実に歩みが進んでいるということなんで、まあ、こっちの方向で行った方が、まあ、安全でいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、ちょっと、新聞を記事にしただけの記事でもそんだけあるので、これは全国規模で見るともっともっと進んでるんじゃないかなというふうにも思いました。だからそっちの方向へ行けるように、私たちの歩みがここにあればですね、またその後押しになるかなというふうに思いました。どうだか、アピールございました。よろしくお願いします。はい、ああやってですね、それぞれが自家発電を会社なんか特にねやっていくようになると4年としては大変困ったことになるわけですね。地元の商品が5年の時、販売量が減るわけですからね。ということで彼らは理屈の上では早いこと再稼働せんと、どんどんそういう流れが加速してしまうというふうに思っておる側面があると思うんですね。私たちと言うことが当然の流れ、自然の流れであることの証明でもあるわけですね。たまたま発言がないのであえて 3度目に登場するわけですけども、私はこの集会で随分いろんなことを学んだと思います。もうだいぶ前に紹介したんで忘れた人の方が多いかもわかりませんが、老人性のなんとやらで、声がかすれています。発声ができるようになる。ということが続きよったんですけども、この集会に参加するようになって、祝福コールを上げる、うちに、そういうことをクリアしました。素晴らしいことですね。同じような悩みの人がおったら言うてください。店長前へ行こうって。それからですね、林さんという人が、JAL の総理団の林さんという人がおられましたね。あの人が、ちょっと東海さんかな。東京が忙しいと思ったんですけども、あの人が、紹介してくれた本の中でですね、物事は成功が近づくと困難が増す。成功が近づくとどんどんうまくいくんじゃなくてね、従来は予想していなかったような新しい問題が起こってくるということをゲーテの言葉で彼女を紹介してくれました。調べてみたんですけど、かなりその状況のところがありましてね、現在は確かにいろんな政治的状況なんか見るともう非常に具合が悪いんだけども、よく見てみたらね、例えば民主党政権ができる前の自民党独裁時代とはだいぶ状況が違う。私たちはなんでこうなっとるかっていうのが分かるようになってますよね。するといろんなところで、自分の目で選択できる余地も増えてきたと思うんですね。そんな意味でも随分と進んだもんだなと、先ほど言いました政治状況というのを見ると決して楽観はできんのだけども希望は大いにあるというふうに感じております。ここでいろんな人と話を聞くこと、これは次の1週間に随分役に立っておると思います。来たのに黙っとる人も気に来るわけではありませんけども、そういうつもりではありませんけども、まあ一言ぐらい気楽に言うてみてね、あれで、考えてみたら仕事ったかいとそれで許されると思うんですよね。そんな調子で来週もまた来週もやりましょう。はい、
ご通行中の皆様、私たちは、伊方原発の即時廃炉を求めて、毎週金曜日午後6時からここで、こうして久米県知事に対して訴えをしております。どうか皆さん一緒に考えてまいりましょう。皆さんのお力が必要です。愛媛の将来を皆さんと一緒に考えていきたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。それでは あと何分かありますんで、またそんなんしてもこうやな。よし、若し若し松木太郎は若し。いつも登場しております。ぜひ、はい、いつも登場しております。早く読みましょう。もう原子力してるにいくら金がいるのか知りませんけどね。まあそれもさっておきながら、何のために変な膨大な金があるのか謎やし、そのお金を私どもの生活の方に回してもらいたいもんで、ね、そういうことなんで、もうあの資本主義社会も終わりではなかろうかと思いますが、まあ余談ながら、そういう金をちゃんと正規雇用もなくして正社員にして、若者がちゃんと生活できるような社会にしてもらいたいと思います。そういう関係者の方いるかどうか知りませんけど、はい、すみません。今日はみんなマジでしよう。今日2時間やろ。ありがとうございます。終わると本当に大丈夫なんですね。ここをいつも言ってくれます。ありがとうございます。本当にみんなでそういう社会を作っていきましょう。はい、ありがとうございました。ここでこっちやってください。生活ありがとうございます。ちょっと来れませんでした。ちょっと今風邪ます。なかなか今年の夏風邪はしつこいですから、皆さん気をつけていただいて、7月の、申請の時期が、まあ、近づいてきて、伊方とか、まあ、いろんなところが進むだろうというふうに、まあ、言われていますけれども、まあ、社会的にはこの前の、遺骨購入ですか、があったいうこともあって、まあ、県の方がなかなか OK も出せないような感じなんですけども、まあ申請をしたいという四国電力の意向というのはもう間違いないわけで、早かれ遅かれ、出すんだろうというふうに思ってます。で、まあこの間ですね、やはりその福島の子供たちのがんがまだ発生したという報道もありました。で、まあ何年チェルノブイリを例えに出してですね、何年後かないとわからないから、あるいはまだ別物だというような言う医者もいるみたいなんですけども、やはり現実は現実としてですね、子どもたちが今そういうふうに苦しんでると、で親御さんたちも一緒に、悩んでるという現実をですね、やはり僕らは直視してですね、やはりその今回の原発事故が絶対原因であるということはもう間違いないと思うんですよね。ですからもういつも言うんですけど、やはりこういったものを存在といいますかね、作っていくこと自体がやっぱり間違ってると思うし、事故の恐れのあることを会社の理解、運転をするというのはやはり間違ってるというふうにしかも言っていくしかないと思うんですよ。はい、だから再稼働については何とも言わせれば反対だということを大にしていきたいと思います。で、この若い子がなんかこういうことして無駄みたいなようなことを指摘されてきましたけど、じゃないというふうに僕は思ってます。続けて頑張っていきましょう。はい、お願いします。ありがとうございました。そうですね、まあ、戦うやつだと戦わないやつだと、まあ、いろいろ思うんですけど、まあ、私は何のお互いもためらいもなくこの歩みを進めていきたいというふうに思います。どうだかどうだか、そしたらちょっといいですか。はい、最後にコールをします。今日の新聞、昨日ぐらいからね、
憲法のことで、木戸の憲法、私の視点ということで、昨日ぐらいから、著名人の方のコメントが載ってます。今日の新聞には、歌手の加藤登紀子さん。100万本の村の花を、もういいですか。加藤登紀子さんが、不戦の決意、今こそ守るということで、いろいろ、書いてくれてるんですけども、ちょっと途中の文章で、残念ながら、米国を中心とした、世界経済は、戦争が起きると活性化する仕組みになっています。戦争が起こった時に、戦場には行かない層の中に、戦争をしたいと考えている人々がいるのですということを、おっしゃってますね。それ、本当悔しいですね。これは絶対止めなくちゃいけない、本当。で、最後は、僕は水野博士のところ持っていきたいんですけども、要は。先日またアメリカで、大学でも銃乱射で4人ぐらい亡くなって、で、この前は、アリゾナ州のアパートで、友達のところへ子供を連れて遊びに行ったお父さんがですね、その友達が所有していた銃を、4歳の子供さんが撃ってですね、お父さん亡くなってしまうんですね。で、目撃者によると、ダンジがこれ何と尋ねる声が聞こえた直後、銃声が響いたと。ダンジは駆けつけた捜査員に、パパが血を流したんだと話し、祖母によると、自分が父親を死なせて、しまったことを理解していない様子だというふうに、ちょっと愛媛新聞のちっちゃな記事なんですけども、載っています。やっぱりそこに、銃があれば、撃ってしまいます。僕も100均で日本刀のおもちゃを子供によく買ってやります。一番下の買ってもらいます。おい、振り回す、絶対振り回すなよ、振り回すなよって、言うて買ってるけど、買う親がアホですよね。振り回しますよね。振り回すためのもんなんです。だから、武器はやっぱり持っちゃいけないっていうことを、改めて、アピールした。そのところで、やっぱり水野はですね、水野博士素晴らしいなと思います。水野博士って教科書って載ってないんですよね。載ってないよね。これ教科書に載せましょう。愛媛県の子供らにはせめてまずいいんじゃないかと思ってるように、なんか最近思いましたね。はい、これ僕ちょっとですね、皆さんに訴えていきたいなと思います。小島君、小島君、ちょっとぜひお願いします。ごめんね。はい、皆さんこんばんは。ちょっと遅くなってしまってすみません。ですね、やっぱりもういい加減に再稼働はやっぱりやめてほしいと思います。で、本当に四国電力のやってることっていうのは本当にひどいと思うんですよね。やっぱりその異常があったっていうことで、報告が遅れたっていうこともそうですし、で、その県が燃料の再装填は認めないって言ってるのに、再装填と、再稼働自体は関係ないと言ってみたりとか、本当にもうなんか自分のやってることがどういうことなのかとか、それを聞いた私たちがどう思うのかっていうのを全然考えてない本当にひどい企業だと思います。そういう企業にですね、やっぱり何か事故が起きたら大変なことになる原子力発電っていうものを扱ってほしくないと思います。愛媛県はですね、もう再装填するかどうかじゃなくて、やっぱりもうこういう無責任な企業に原子力発電は任せられないっていうことをはっきり言ってほしいと思います。皆さん一緒に頑張りましょう。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。こうして本当に忙しい中を交代をね、このわずか本当に一般の食べてまで来てくれる、嬉しいですね。心強い。特に若い人が来てくれるのは嬉しいです。僕は。はい、続いていきます。若い人じゃない。はい、それでは半が来ましたので、最後に、短めに心を込めてコールをして終わりたいと思います。よろしくお願いします。それでは参ります。原発なくそう、原発なくそう、再稼働反対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 、原発なくそう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 、再稼働反対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 。はい、ありがとうございました。それではまた来週もよろしくお願いします。ありがとうございました。風邪ひいとるよ、太郎。
時刻は2013年6月14日金曜日午後7時30分32分になりました。改めましてこんばんは、 IWJ 姫中継姫本部です。冒頭ちょっとガタガタして申し訳ありませんでした。ちょっと残業がありまして遅れました。申し訳なかったです。以上をもちまして愛媛県庁前の今日の会議を終了したいと思います。また来週、6時から、中継を行います。そちらもよろしくお願いします。それからでまだ他にも東京など愛知、兵庫、福岡、石川などなど、中継を行われております。そちらもご覧ください。はい、それではまた来週お会いしたいと思います。ご視聴いただいた方、リツイートツイートしていただいた方、ありがとうございました。じゃあ後ほど、アーカイブ出します。同時視聴12名、累計63名の方賞味いただきました。ありがとうございました。では失礼いたします。ありがとうございました。はいはい、石川さん、この前ありがとうございますね。